空に飛ぶ雲、草に吹く風、花に降る雨、何飲もうかな、ビタミンウォーター。はいはいはい、そうです、私がクリスタル K です。今日はですね、なんとファイナリー、クリ K ですチャンネル初のスペシャルゲストをお迎えしたいと思います。今日のゲストは白須田さんです。心から思う君が大切なものは何ですか。I love you! Welcome! いらっしゃい。今日は初めての、まあ、第1回目のゲストということで、一応ボイストレーナーという職業であるんですけども、はい、ちなみに、はい、あのボイストレーナーは何年やってるんですか。8年とかですかね。大学卒業してそこからボイストレーナーになったんで頑張ってます。なんでボイストレーナーになろうと思ったんですか。はい、もう本当にこんなこと言ったら怒られるんですけど、もう消去法でスーツ着たくない、人と働きたくない、電車に乗りたくないっていう、もうでもなんかピアスとかも外したくない、髪の毛も黒髪絶対嫌だみたいな感じだったので、ボイストレーナーだったらできるかなと思って頑張って、まあでも頑張って勉強したんですけど、これだったらなんかなるべく人と関わらず、でも関わんなきゃいけないじゃないですか。一対一やったらいいんですよ。一対一やったらいいんですけど、そうなんかいろんな人と関わりながら仕事していくのはちょっと難しいなと思ってたんで、ボイストレーナーになりました。へでもその前はでも音楽の大学とか違うんですよ。私慶応の法学部出てるんですけど、おべんべんして、おべんべんでもな、2年、4年じゃないですか大学って、はいはい、で2年間で単位全部取り終えて、後半2年は全部音楽の勉強して、だからボイストレーナーになると決めたの。勉強するのはなんか学ぶことが好きなんですね。キラキラしてお目目がいや、あなたもめっちゃキラキラしてますよ。ツヤツヤ。今日でもちょっと調子、今光浴びてるから、いやすごい毛穴がないのありがとうございますということで、リアクション動画をリアクションやってみたいなと思って、私副業でリアクション芸人やってるんで音楽を聴いて ね、それをこうなんか解説したり、分析したり、まあ普通にキャーキャー一緒にファンになったりさせていただければと思います。うん、はい、まあちょっと教えてください、いろいろ。今日はちなみに何の楽曲に。今日は、はい、ザ・ランページのファーストテイクのやつを見ていきたいなと思うんですけど、はい、リク君と河村君と吉野君のファーストテイクを見ながらちょっとやってみたいなと思います。楽しみに待ってました。このマイプレイヤー、マイプレイヤーのファーストテイクバージョンに一瞬リアクションさせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 LDH もだんだんとこう若い世代にでどんどん出てきてね。このリクさんはちょっとイメージ通りなんですけど、 LDH の私が思い浮かぶ LDH ボーカルのイメージなんですけど、確かに吉野さんと河村さんはちょっとなんか新しい LDH ボーカル像というか、ね、ちょっとスイートな、ちょっとスイートな感じ。ちなみにいいな、なんかいつも3人で、私いつも1人だから当たり前なんだけどそれがグループのなんか、はい、特権っていうかいい、ね、いいところだなと思って、なんか何があってもさカバーできるじゃん。確かに誰々がちょっと今やばいからみたいな。確かに全部一人だからね。確かに流れゆく時は君と僕を無情にも追い越してゆく。 Oh wow、素敵。リクめっちゃ入り込んでるあ、ね、事務所の後輩ですもんね。そうですね、はい、姉さんおい、綺麗な顔してんね。めっちゃいい。ちょっと待って待って、リクさんの歌って私もそれこそこうなんか LDH が大切にしてる男性ボーカル像なんです、うん、結構、はいはいはい、声が柔らかい、ちょっとこう鼻側に抜くような、そうちょっと鼻にかかってる感じだなって思いました。北斗くんはなんか結構前に飛ぶ感じの、うん、あー、
結構そうなんかこうソフトな感じなんだけど、こっちは、うん、ネーゾー、うん、鼻に。ね、綺麗あ、いい声。え、ちょっともう一回、カズマさんどうですか、どうですか、3人センターカズマ。いいですね、なんかちゃんと3人声のテイストが確かに違って、でもちゃんとハモリもめっちゃがっちりきてて、ハモリの時ちゃんとこうなんかお互い擦り寄ってくる、ね、ちょっとニュースタイルだよね、 LDH だよね、うん、なんか結構ガツガツ系が多い感じだけど、まずボーカル3人っていうスタイルってそもそも J-POP 市場を見てもあんまないんですよね。確かになんか2人男子とかよくありますけど。あ、そうですね。え、ちょっと もう一回今、はい、ね、カズマさんね、はい、力強い。あれ綺麗。え、いい。今のファルセット。リクさん？今ファルセット言ったの誰？リクじゃなかったと思う。あ、そっか、リクか。綺麗。え、めっちゃいい感じ。安定してる。これなんか。このネイザルって言ったじゃないですか、はいはいはい、リクさん。北斗くんは結構こう前にちゃんと声が飛ぶタイプで、うん、カズマくんは結構チェストな、うん、うん、ね、へ、ね、メンバー集めたらすごい。あんまりなんかこうやってしっとりしたのをちゃんとこうやって歌ってるとこって見たことないかもしれない。ライブで結構なんか踊ってわーみたいな感じだから、はいはいはい、こういう静かなアレンジだからこそそう聞こえるじゃないですか、全部聞こえるじゃないですか、うん、確かに。難しいことして、ね、お、英語もいい感じ。やべえ、顔がタイプまず色っぽい声、うん、うわ、はい、もう一回ナイス、すごい。なんか3人ともダイナミクスがちゃんとできてて、うん、うまく使ってる。さ、今陸北とか多分こうコーラス、陸北と継承略陸さんも丸っこさじゃなくて、ね、ってこうハスキーの方に、うんうん、いけるしね。そうめっちゃこう幅広い表現を、すごい、ちょっと今見ましょう。ちょっと待って、流れゆくだよね、はい、それをカーって歌ってんだね、はい、これ誰だろうな、これ多分リクだと思う。リクさんクー、そう、でもクーとか、うん、イーとかってヒットしにくいんですよ、はい、だから開かないと張り上げうとイってあり絶対張り上げられない、日本語で閉まるじゃん、閉まっちゃうから、クーじゃなくてカーカーね、カコーラスがいるからこそですよね。確かにそうですね。とリードが立たなきゃって、リードボーカルがメッシュ線が立たなきゃっていうので、きっと姉さん、ね、事務所姉さん結構厳しく見るじゃないですか。え、なんでなんで。ちょも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 ちょ。本当だ。か。か。セクシー。みんな幅広いんだね、うん、ちょっとカズマ色っぽい、カズマ色っぽいよ、歌声も色っぽいですね。なんか本当に表現の仕方も三者三様で、リックさんがこう結構こうやっていくのに対して、カズマくんこうなんかワインでも持ちながらこうやって聞いてみたいな、聞いてるみたいな、怒るんですよこういうなんか。あ、でもこういう風に見てんのかな、みんなね、ファンとか。いや、そうなの、もちろんだって歌声が素晴らしいのはもちろんそうなんですけど、はいはい、でもビジュアルも楽しいとね、うん、
全部で楽しいから。そうなんですよ。いいっすよね。楽しんでる。うん、かわいいリク。すごい合わせようとしてる。最高じゃん。ちょっと待って、でも止められたら止められなくなるんで止めましょう。どんどんえ、さ、カズマくんがブワーって言ってる裏で北斗リクがロングトーンをやってたね今。ここまで4 bars 4小節、うん、長かった、はい、ちょっと待って、すごいみんなさ、ちゃんと一人だけがクー担当じゃなくてちゃんと3人とも言ってる、そこのパート全員晴れる、柔らかくできる、うん、セクシーにも歌える、待って、すごい、いやみんななんか見つめ合っカズマ、かわいい、え、なんかすごい普通に見ちゃってる。しかもなんかリクがなんかさっきのなんかブレイクダウンのところでカズマと合わせもうなんか超アイコンタクトを取ってわーってやってるのがめちゃくちゃ可愛かったんですけど、カズマめっちゃ冷静マイン持ってるからオッケーみたいな、オッケーみたいな、本当に見てんのかなみたいな感じ、可愛い、でも本当リクもなんかすごい一生懸命とか頑張り屋さん、うんなイメージなんですよ私も。あ、なんかそこはつながりあるんですか、もう交流。なんかあのママのバーに来たり出た、そうして、結構一番話したことあるのはリクで、あら、なんかすごい歌に対しての思いがね強かったり、なんかじわじわ来てますもん、じわじわ来て、今最後終わるまでに今推しを決めるってじわじわ来てるんですよ、いきますよ、すいません、どうぞ、かわいい、緊張した、待って、いいよね、このハモってる状態でくるくる回すこの、ね、素敵、ケイさん何が歌っていっぱい緊張するんだ、結構超一発のハモリって言うんですね、この北斗くんが多分って上のハモリもしゃくって、あ、もう一回、あ、本当だ、合わせてこの手の動き、すごい、いい、いい、すごい、 Wow, that was great. なんかすごい、結構高度なことしてますね、なんか転調した瞬間に3声でハモったりとか、すごい練習したんだろうね、拳フェイク合わせてハモったりとか、なんか もちろんビジュアルがかっこいいのはもちろんなんですけど、うん、音楽的な能力が高くないときっと、そうですね、うん、いや素敵だった、曲も素敵だし、みんながちゃんとこの人はここだけっていうのがないから、はい、低音担当みたいな、サビはこの人みたいな、そうしかもなんかすごいスムーズ、うん、サビこっちやってこっちやってっていうのがめちゃくちゃスムーズにいってるから、パート交換するからバタバタしそうなのに、そうそれが全くなく、へえ、素敵な曲でした、素敵、 The Rampage from Exile Tribe の、My Prayer、 リクとカズマと北斗、素敵でした、わー、どうですか、で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 、もう
早く出てほしいです。いや ケンさんに早く出てほしい。何の曲でやるんだろう。今までの人気曲と新曲のパターンです、ね、いやでもなんかでも誰も見ないでほしい撮るとき。なんかでもこれ本当に一人にされるらしいですよ。なんか本当にそのレコーディングしてる時の感じにしてほしいです、ね、もう完全にブースで、うん、楽しみ。気持ちよさそう。すぐやりますねリアクション動画。何やってください。何勝手に騒いでるんだ。はい、というわけで初めてのリアクション動画おしらさんとやったんだけどどうでしたか。最高でした、ね、一緒になんか、うん、楽しい分析とかできるのって楽しい。英語の曲のやりたいやつとか、うんうん、こういうのどうやって歌うのとか、まあ、発音から教えてほしいです普通に。あ、全然やりたいです。やば、来た。今日は本当に素敵な、タイムをありがとうございまし ました。皆さんギブラップはしらすたー。バイバーイ。というわけで See you guys soon。 ドローン。